皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、超久々に強化されたゴブリン使っていきます。はい、強化内容は何ですかと、移動速度と攻撃回数が増加しました。はい、攻撃回数、まあ、攻撃速度が上がって、移動速度、走る速度ですね、が速くなりましたというわけなので、やっていきたいと思います。それではね、もう行っちゃおうか。で、具体的にどれぐらいなんだって話なんだけど、ちょっと前の数値をしかって、正確に覚えてないんだけど、もともとってどのぐらいだったっけ。攻撃回数72ぐらい、足の速さ90マスぐらいだったっけ。まあ、その、マスとか言われてもわかんないと思うんだけど、これが今現在、攻撃回数が75回、分年75回の、足の速さ分112マスと。まあ、そうやって言われてもわかんないかもしれない。俺もわかりづらい、すごく。速くなったねー、明らかに。今の届け、今の届くのゴブリンだけだね、完全に。なるほどね。あれ？あのキャラはもしかして、この子の出番ではないですか？気のせいではないですよね、きっと。この子の出番ですよね、きっと。え、こういうことですよね。まあ、これ上来るからかね。どんどんどん。あれですよね、虹バッチでも3発で死によってやつだよね、確かね。あー、当たってないね、ちょっとね。行っちゃうな、このまま。攻撃してるけど、これもう倒しちゃうか。ね。倒せたら倒した方がいいね。あー、弱いね。あー、後ろ流れちゃうの、それ。ケルベ行こうかな、デビルじゃなくて。さあ、苦手なキャラ来ちゃったな。あいつどうしようか。ここはこれ飛ばしてあげて、さあ、対空がね、あー、このコストがきつい中でよくもまあ、バトルバルーン放置だね。2発揃ってないな、ラッキー。ガオーここ行こうか。あれ？あー、てっぺんだからか。なるほどね。入ったけど別にこれ関係ない。どうせ俺ダメージ入れなきゃ勝てないから。さあ行こうか。ここからコマイヌゲームだね。ゴブリンも流して、狛犬出して、出せると狛犬バンバン出して、狛犬出して、さあ、ガチョンして、ズバーン倒して、で、狛犬出して、これ、ケルベ行きたいんだよな、俺。ケルベ行って、こっから前にゴブリン2体行ってから後ろ剣士置きたい。こっから後ろ剣士。で、俺は落とす予定。はい。干渉するようで、はい、というわけで完全勝利だね。あ、開幕のトレードルのね、間違いなく強化の恩恵出たわ、ゴブリン。いいね、ありがとうございました。はい、それではね、続いていきましょうか。ゴブリンさんのね、この足の速さを生かしていきたいね。とりあえずまずゴブでも何でもいいんだけど、何かのキャラをフリースペースに出すんだよね。で、相手が、迎撃がいるかどうかをチェックする。相手に迎撃がいるかどうかを。いなかったら、ひたすらゴブリンを流す。いたら、考える。これすごく大事。なんだけど、この配置、まさか。これはね、デビルゴブリンでね、砦を取りたい、まず、そもそも。で、チビピックも壁として優秀なんだけど、デビルいるから一回取っとこうか。デビルゴブ行って、これ、リョッホ。で、行ってるよ、あれ。マイマイも行くけど、これもゼウス行きたい。めんどくさい、相手のキャラ。特にあいつ。この後ろのあいつ、ブレイズの人、めんどくさい。ブレイズの人倒した。イカズチナイス。あー、削り切れてないな、全然。まあ、キメガ自体は行くんだけど、チビピクも壁にして、コブ張って、このコブ嫌でしょ？一コスだもんね、止めたくないよね、こういうのね。めんどくさいよね。さあ、ボルテージして、したんだけど、まあ、あと一方されちゃうから、倒しに行く。ちゃんとね。倒してくれて、後ろも見てくれて、えらいね。ボルテージして、デビル。えらいな、こいつマジで。強いぞ。惜しい。惜しいな。
で相手にねウルフがいることが分かったから、この銃でも流しても意味ないんだよね。このライン切ってあげて、でどうせブレイズ撃ってくるから、ブレイズ撃った後にここに行く。でこれ5秒行こうか、こいつ倒してほしいです。なのにね、あこれミスった、この前毎日ミスった、引っ張られるの。デビル、おお、こっち来るかと思ったわ。ゴブ、裏技剣士まだ余ってる、いっぱい使っていかないと。ゴブコストきつそうだね。攻撃回数も早いから剣士は完全に抑えられないよ。さあゴブマイマイチビピク、裏技剣士ゴブ強いよ、攻撃回数上がってるから倒せよ。いいねー、というわけで完勝だね。ゴブの移動出たじゃないの。結構ゴブリンっていうね1コストのキャラに対してかなり翻弄されてくれたね。相手がね2コストキャラがウルフしかいなくて、でだいぶウルフを使っててもなかったんだよね。ありがとうございました。はい、それではね続いていきましょう。じゃん、最悪足ゴブリンだけでもいいってさ、あて今のさ、タートルキャノンのコーラスピナーあれやったな。タートルキャノンのコーラスピナーとの相性もすごくいいと思うんだよね。ゴブリンみたいなキャラが流れてきて、で、めんどくさいからってそのキャラに対して中型置くじゃん。それコーラスピナー打たれるとまた中型置かなきゃいけないんだよね。かなり強いと思うわ。だけど、あ、シャッフルしちゃった。これ5倍全部下行く気がすんな。一体も出来ない。ね、剣士2で正解。まあいいか。なんでもいいわ。で、裏技剣士で第2トローカー上置いて、すごい上行くね。パンダか、ここ剣士も吸おうか。うん、ある程度ね。で裏技剣士ちょっと使い道がもうないんだよね、相手にスライムがいるせいで。なのでここは剣士の裏技で後ろに流れてくる剣士をしっかり見てあげて、こっその節約だね。で爆弾娘か、スライムが3本使ってるね。4本使った。スライムだいぶ使ってくれたね。スライムをね、かなり使ってくれれば、ゴブリンが生きるこの後。あ、全部使ったね、スライム。アビさんじゃなければ全部。アビさんだったらもう一点残ってるね。で、だいぶ使ってくれてはいる。メタカ使おうか。攻めたいからね、俺。爆発、大ダメージ。強すぎだろ、それ。なんでそれさ、メタドラに来るの？意味わかんないんだけど。メタドラに来る要素ある、それ。メタドラと触り合ってないじゃん。なんで触ってないのにこっちまで来んだろう。謎だね。強っ、スキル次だろう。あー、しかもブルードか。遅延多すぎ問題発令中だね。どうしようね、これケツ当て狛犬して、ここも狛犬使おうか。ここ自体は倒せるじゃん。問題はこの後のブルードくんに対しても狛犬行って、え、これでも倒せるかな、こいつ倒せないとね、抜けないんだよね、俺この先。俺が強くね、倒したんだけど。は、俺がくん強いわ。狛犬行って、もう偉で、これでスライム終わりだから、このスライムのライン行くじゃん。おお、それ届くんだ。こっからのゴブリンで、これ終了ね。これ試合終了の合図。もう完全に終わりです。このゴブリン止めるすべは絶対にないです。無理、不可能。もし止めれる何かがあるとしたら、それは大砲で飛ばしまくるだけ。でも俺はゴブリンをこっちにも出すから無理。はい、相手がもうキャラ切れですね。スライムでしか止められなかったので、今回まともにね、コスト的にも。なんだけどスライムね、全部確認できたんで流して終了と。はい、それではね、ラスト行きましょうか。ラスト、もうゴブリン結構ね、今使用感いい感じ、思った以上に。ただゴブリンは大砲で飛んでしまうキャラなんで、開幕の砦合戦で足キャラとして使えるかっていうと、ちょっと難しいところではある。ただ、それでも、前よりは良くなってるんだよね。いい札なんだよな。最後に虹バッチで締めるか。そう、前よりは良くなってて、移動速度が上がってるから、大砲で撃たれても間に合わない可能性が出てきてんだよね。だから、まあ、今回バイクだから関係ないんだけど、砦が全部削れてる状態で、ゴブリンを出せれば、相手の大砲を間に合わずに回避することができる。けど、一回ゴブリン見せちゃうと、間に合っちゃうかもね。あ、ゴブリンいいんだ、じゃあ早めに行こう、みたいな感じで。
デビル行って、いか早いね。これ今回デスだからイカきついんだよね。圧かけるかゴブリン、流してみるか。このあウルフもいるしフリートもいるか。ゴブリン通んないね。ここ今ここデス行こうか。でレドラ行ってチョコ当てデスで削って、なるほど。さあアマゾネス切ってバイク後ろから切ることによって壁としての機能を担ってもらって、ここアマゾネスにしようか。範囲攻撃で剣士をね弾き飛ばしたい、漏れなくね、漏れがないようにしたいね。さあ大型残ってるよと、あとはゴブを流すだけ。ミニデスも流れてる、まあ終了だね。ただこの試合は別になんかゴブのおかげって感じじゃなかったね。ゴブ入れるけどちゃんと相手持ってたわ。はい、ありがとうございました。勢いがすごいね。これ1コスだから、1コスだからね。まあ2コスだったら弱いんだけどさ。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。実は激レア足りてないゴブリンです。いかがでしたでしょうか。何が足りないんだろう。小兵装備かな、マリューか。小兵なんかないか。マリュー装備があと2個足りないと。当たらなかったんだよな、これな。はい。で、これですね。攻撃回数と足の速さが両方上がりましたと。まあ、使用感すごく良くなりました。環境キャラかって言われると、そんなことはないと思う。なんでって、相性次第では何もできないから。例えば、まあ、勝ったからいいけど、スライムとか、カニとか、まあ、そういうキャラが出てきてしまうと、流しができなくなっちゃって、で、砦前で使うしかなくなっちゃって、ゴブリン以外のキャラで試合を組み立てて、で、そのね、スライムカニが砦前からどいた瞬間にゴブリンを砦に食い込ませる。しか仕事がないんだよね。まあ、それでも全然強いんだけど、これがね、バラバラの砦だったら強いんだよ、上下。でも一直線になっちゃうと、守りながら攻めてきちゃうから、そう、キャラ数勝ちできないんだよね。これがバラバラで上下ギザギザしてれば、ゴブリン出して、相手が進撃しがたとかで止めてくれたら、そのキャラ流せるから、こっち迎撃引いてれば全部キャッチできるんだよね。そう。というのもできるんだけど、まあ、砦に左右されてしまうところ、スライムカニ系のね、上下移動の迎撃中型で潰されてしまうところ、それで城前に一体置かれるだけでゴブリンを通すことが困難になってしまうところ。これがね、後ろ通るか通らないかでゴブリンの性能ガッて変わるんで、そう、ここだけね、まあ、気になるかなって部分だね。まあ、ウルフもきつかったし、まあ、スライムきつい、カニきつい、魔導もきつい、強化されたね、魔導もね。きついし、クレフラももちろんきついし。まあ、キラービーとかも出てきたらちょっとめんどくさい、普通に無理だね。はい、とかいろいろあります。ここら辺が出てこなければ無双できますと。そんな感じです。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。